耳がチャンネル。今日は分子構文について、見ていきたいと思います。意味はいろいろありますけど、今日は、何々の時、何々なので、何々しながら、の3つの例文を紹介したいと思います。famous temples. Going to Kyoto, I saw famous temples. 京都に行ったとき、私は有名なお寺をいくつか見ました、となります。 Going 現在分詞、go に in がついてます。で、京都に行った時となります。次、 having much time、 having much time I played video games、 having much time I played video games、 たくさんの時間があったので、私はテレビゲームをしました、となります。 having 現在分詞、持っていたので、となります。次に、 written in easy English、 it's popular、Written in easy English, the book is popular. 簡単な英語で書かれているので、その本は人気があります。Written は過去分詞、書かれているのでとなります。Watching TV, and it's dinner.Watching TV and eats dinner. テレビを見ながら、アンは夕食を食べます。Watching が現在分詞ですけども、何々しながらという意味になります。では、現在分詞はよく書き換えの問題が出るということで、接続詞を使って表すと、Going to Kyoto。行った時だから、When I went to Kyoto. 京都と、ここの部分を言い直すことができますね。When I went to Kyoto, I saw famous temples. もう一回。When I went to Kyoto, I saw famous temples. 京都に行った時、有名なお寺を見ました。この部分とこちらが同じになります。現在分詞句と、副詞節が同じ働きをしています。次に、この文章の書き換えですけども、たくさん時間があったので、だから、because とか since とかを使えるんですかね。 I had much time because I had much time I played video games、 たくさん時間があったので、テレビゲームをしました。
because の代わりに since または as を使うこともできます。 Since I had much time, I played video games。 ここでは説明しませんでしたが、もしとかだけどもという意味もあるので、自分が分かりやすい例文を覚えるという方法がいいかなと思います。耳かチャンネル、これからもよろしくね。バイバイ。